さんに、少し気にしている方も、結構あの励ましの声とかもあるんですけど、まあ次を案外また頑張ります。とりあえずね、国際書画展と運転スタッフの運転があるので、最近よく使うので、私の今好きな色を、まあいろんな赤がありますけどね。私の持っている赤はまあそんなに多くはないですけど。あ、ありがとうございます。サンキュー。はい、ありがとうございます。皆さん見逃しなく。Japan. どんな絵になるかね、まだ分からないですけどね、描かなきゃ分からないってね、想像と現実が違う。赤です。あ、こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。渋いですか。ありがとうございます。日本風の音楽はすごく好きで、また赤と日本のこの、音楽、和楽器の音楽はすごく合います。海外の方にすごく受けがいいかもしれないという自分の勝手な妄想ですね。はい、すいません。
好きじゃない。やっぱりこれが一番自分の中で合ってるかな。下塗りの段階そうなんですよ。声がね、私ちょっとこの中で小さいんで、あの赤ちゃん声ですよ。ちょっと下げました。申し訳ないです。色は基本こう、最初に塗った下地とは違う色になったりとかしますけど、そこはやっぱり抽象がないので、全てが決まった法則性がないので勘弁してもらって、これはインディゴ、ジーンズの、色です。インディゴってあの色の、エルゴバージョン、インディゴっていう、ほぼ黒に近いですけど、なぜ白を入れるかというと、白はすごく明るくなるんですよ。私の中で白は混ぜるんですよ。何でも聞いてください。私の過去は物語が季節だから、その季節季節が今回見逃さない。今春の終わりか、それぐらいで夏の終わり、夏が始まるぐらいか、意味わかんないとか思わないで。パレットの上がもう、パレットって絵の具のこのキャンバスの上がもうパレットですね。ここにある色をちょっと広げていくっていう、そんな手法です。ちょっとずつこう削り取って色を持っていく。拾えます？大丈夫ですか？この手法を、なんか板についちゃって、この手法をやってみて、はい、ちょっと赤みで可動を見るイエロー、ピーク、で、白に近い色なんで、塗りません。
化粧です。キャンバスの顔です。私のはこういうまあメイクアイシャドウを塗ったり化粧をやっていることですけど、メイクいかに綺麗にするかこの人のいい時代っていうのはハーフです。綺麗な顔にすると皆さんやっぱりいいものを使いたがるけど、そうじゃないキャッチングもいいものを使ってる。模様つけるのが楽しいですよね。
セピア。誰もそしていなくなったっていう呪いがありますね。周りを暗くしました。ああ、かずみさんありがとうございます。一人で寂しかった。私の音楽が大きくてお客さんが離れてしまいまして寂しかったです。たははたはははは。ちょっと明るく気持ち明るく。
強化するような感じ。ありがとうございます。かずみさんお元気ですか。なんか井上陽水みたいな、お元気ですかっていう、ね、昔ありましたね。おいでやす、なんか京都みたいでしょ。おいでやすって。こんな感じで。どうでしょう。はい。とりあえずできました。今日はこんな感じで。さあ、いよいよ明日北九州へ行きます。どんなに旅になるかちょっとわからないですけど、台風がねちょっと来てるのでね、ちょっとわからないですね、まだね、うん、はい、面白いです。ありがとうございます。またねちょっと暗い色にはなったけど、ここの真ん中が明るかったらまあ大丈夫かなって。まあこれ赤入れるとちょっとまた雰囲気変わりますけどね。表立った赤が出るんでちょっと赤入れましょうかね。赤をちょっと入れるとね、ちょっと顔が変わります。下が赤なんで、はい、ありがとうございます。明日の、夜ですね、出るのは。いよいよよろしくお願いします。ありがとうございました。ゆみさん、ありがとう。あ、ありがとうございました。赤いいですね。はい、ありがとうございます。嬉しいです。赤ちょっと入ると思う。またちょっと写真も違うと思う。ありがとうございました。バイバーイ。